みなさん、こんにちは。さあ、始まりました。ナオミのイタリア文化交流会です。イタリアは好きですか？イタリアはどうしてみんな好きですか？結論。イタリアはユネスコ文化遺産が58個もあります。世界で一番多いです。イタリアの歴史もすごいですよ。例えば、ローマのコロッセオは西暦70年に建て始められました。フィレンツェは紀元前からの古い町で大変歴史のある町です。すごい面白い歴史があります。イタリア料理もみんな大好きですよね。またね、ナオミでした。